法令美目は、中国の軍隊歌手。中国国会救援員。人民解放軍での階級は少々。人民解放軍創政事部下部団団長。現在の中国の第一夫人であり、夫は現中国の最高指導者。党中央委員会総書記。党中央軍事委員会主席の習近平。80年代初頭に。 在希望的伝野城という曲で一世を風靡し、スター歌手となる。中国では、曹操英、東文化、バリナリ、リタニーチ、インシューバイラと共に、民族歌謡、愛国歌謡の大御所として知られる。三島省を生まれ、父親は町の文化会館の館長、母親は劇団員という芸術一家にて育つ。親族に中国国民党関係者がいたことから、父親は、 文化大革命時に右派の反革命と批判された中で育つ。14歳の時に三島芸術学校に入学し、18歳で人民解放軍の分娩兵となった後、20歳で中国中央電子大春節連環番会に出演し、22歳で人民解放軍総政治部下部団に入団、同時に中国共産党党員となる。百八十七年に 知人の紹介で、当時天井市副市長であった習近平党総書記の息子で大使党の一人であると結婚した。一人娘の襲名沢がいる。妹の法令券は、石膏吉都空港集団当事長の李書福の妻とされる。このうち、在希望劇伝野女王は、文化大革命でイデオロギー一式となっていた歌が、改革開放政策の導入で庶民の楽しみに、 戻りつつあった時代に大ヒットになった曲である。文革による荒廃から繁栄に向かうことへの人々の強い期待が歌詞と重なり合った。法令日メ九1982年日本の紅白歌合戦にあたる国営中央テレビの番組で歌っている。2014年の中国の月探査プロジェクトの一環では月の軌道から流された曲でもある。二千十三年以降、 法令姫夫人が、公の場で歌うことはなくなったとされる。中国共産党のある幹部は、第一夫人が、舞台に立つのは、ふさわしくないと、朝日新聞の取材に対して言い切った。中国共産党の歴史上、派手に振る舞った第一夫人として、有名なのは、劉少奇元国家主席の妻であった、大照美夫人である。大照美夫人は、劉氏の失脚で批判され、 過去のインドネシア訪問の際に、ルビーの首飾りを贈られたことなどが、罪状に挙げられ、投獄された。1949年の中華人民、共和国建国式典の際も、王テルミ夫人は、毛沢東共産党主席らと共に、天安門の壇上に立ち、反感を持たれたという。そのため、法令姫夫人は、2015年9月の、抗日戦争勝利70周年式典では、 中層初期とともに天安門の下で各国首脳を出迎えたが壇上には立たなかった。2014年11月10日、アジア太平洋経済協力会議の関連行事として開かれた夜の花火鑑賞で、ウラジーミル・プーチンが肩にショールをかける、恒令比目は好意に笑顔で答えたが、すぐにショールを取って側近に渡している。この映像とキャスターのコメントは、 新労美白などを通じて芝叩く間に広まった。ところが、翌朝までには、検索してもコメントはほとんど表示されなくなり、リンクもつながらなくなった。2011年6月3日、世界保健機構の結核と h i v エイズ対策の親善大使に任命された。2009年11月8日から11月20日まで来日。 自身が団長を務める人民解放軍総政治部の下部団は、東京と札幌で中国歌劇、木乱詩編を講演し、法令姫本人は創芸術監督を務めた。学習院大学で講演した際に、皇太子、なる人新郎が私的に会場を訪れて2回 VIP 席で、皇太子と隣り合わせの席で感激し、言葉を交わしたという。 中国にとって天皇との外交は政治そのものであり、金太良と同様に皇室の政治利用にて内政上の宣伝意図があったものと見られている。皇太子を呼んだ指揮者の堤俊作特内長側から報道自粛の要請があったという。中国の第一夫人の好みは中国人による幕会にも影響を与える。大手百貨店の高島屋では2016年2月期は 外国人向けの免税対象として売れた真珠製品が2015年度の2倍となった。宝飾大手の三木本銀座店では真珠ネックレスなどを中心に外国人向けの売り上げが2015年の1.5倍に増えた。中国景気の原則と習近平政権下での契約例は宝石業界には逆風となっていたが2014年頃から法令。 姫夫人が真珠を好んでいることが広く知られるところとなり、中国での真珠人気がそれまで以上に高まった。宝石関連企業が集まる東京、岡地町では中国人客が高品質の値段の高い真珠から順番に買っていくと言われる。ありがとうございます。